私を話さないでは2005年発表の和尾石黒による長編小説である同年のブッカー賞最終候補作日本語版は2006年4月に土屋正夫の翻訳で早川書房から単行本が刊行され2008年8月に早川文庫版が発刊された2010年にマークロマネク監督キャリー・マリガンアンドリュー・ガーフィールドキーラ・ナイトレイ主演により 映画化された。日本では2014年に、蜷川幸雄演出、田辺美香子主演により、舞台化され、2016年には、TBS テレビで、テレビドラマ化された。2017年、石黒のノーベル文学小受賞に伴って、本作の注目度も高まり、日本でも注文が殺到して増反された。また、CS 放送の TBS チャンネルと TBS は、 前述のテレビドラマ版を再放送することを急遽決定した。1990年代末のイギリスで提供者たちの世話をする31歳の介護人であるキャシーは提供者たちの世話をしつつ自分の育ったヘールシャムにある施設で暮らした奇妙な少女時代や卒業後を改装し自分たちの秘密を紐解いていく。そこは外界から隔絶された全寮制の学校で 主任保護官のエミリー先生を中心に保護官たちが授業をし生徒たちの生活を監視、監督する。特に図画工作や詩などを作る創作活動が重視され、健康診断が毎週実施されていた。優れた作品は定期的に施設を訪れるマダムが収集した。それらの作品は外部の展示館に飾られると噂されていた。残りの作品は交換会に出品し、 出品に応じてもらえる交換ギップで他の生徒の作品を得ることができた。外部の商品を得る販売会以外で持ち物を増やせる唯一の機会だったため生徒たちは交換会に熱中した。12、3歳の頃、キャッシーは感触持ちでいじめられっ子のトミーと親しくなった。トミーは絵がかなり下手だが年少組の頃優しくて人気者だった。 保護官のジェラルディン先生に絵を褒められて、他の生徒たちから反感を買ったことからいじめられるようになった。しかし、絵を描きたくなければ描かなくて良いとルーシー先生に言われて落ち着く。ルーシー先生の考えが他の保護官たちと違ったため、トミーとキャシーはヘールシャムには何か秘密があると感じ、因果情報を交換し合うようになる。キャシーは年少組の頃からの親友で、 見えっ張りのルースとは喧嘩を繰り返しつつも惹かれていく。キャシーはベイビー、私を離さないでという歌詞が入ったジュディ・ブリッジ・ウォーターの夜に聴く歌のカセットテープが好きで赤ちゃんを授かった母親の歌と思い込んで繰り返し聴いていた。ある日聴きながら踊っているところをマダムに覗かれてしまったがマダムは泣いていた。ほどなくしてテープがなくなってしまったが 代わりにトルースがダンス二十戦のテープをくれた。十五歳、ヘールシャム最後の年、ルーシー先生が我慢できずに、生徒たちにヘールシャムの真実を語り出した。生徒たちは、臓器提供のために作られ、中年にすらなれないかもしれない将来が決まっているので、それを自覚して夢など持たずしっかり生きるようにと、ルーシー先生は悟した。ほどなくして、 ルーシー先生はトミーを呼び、昔の自分の発言を否定し、トミーに絵を描くように進めた。トミーは、再び不安定になり、付き合っていた、ルースとも破局した。キャシーは、ルースの後釜になると目されていたが、当のルースからトミーとの和解の手助けを求められて、承諾、トミーの相談に乗ってよりを戻させた。ルーシー先生は保護官を辞めた。16歳になった生徒たちは、 ヘイルシャムを育ち、いくつかの場所に移される。キャシー、ルース、トミーら8人は廃業した農場を利用したコテージに行く。そこでは他の施設出身者たちと共に過ごし、最長2年間かけて論文を書くが、途中でコテージを出て介護人になる訓練に行くこともできる。年老いたケハーズさんが物資を届けたりしてくれるだけで、保護官はいない環境で集団生活を行う。 それぞれカップルになったり、セックスをしたり、街に出かけたりできる割と自由な環境だった。その中でヘールシャムの卒業生は特別視されていた。提供者として作られた彼らは人工的なクローン人間であり子供も作れない。それぞれのオリジナルをポシブルと呼んでいる。自分のポシブルがどんな人物であるかを彼らが知ることは滅多にない。 コテージの先輩カップルのクリシーとロトニーからルースのポシブルの目撃情報を得た3人はノーフォークへ向かう。ノーフォークのとある事務所で働いているその人物は当面にはルースの面影が感じられた。しかし、微行してより近い距離から観察してみると明らかに別人だとわかり落胆する。 そもそも先輩たちの目的は他にあり、ヘールシャム出身者は本当に愛し合っていれば、提供を3年間猶予してもらえるという噂の真相を3人から探り、自分たちもそうなりたいということだった。ルースはいつものように知ったかぶって話を合わせたが、トミーは合わせなかったため、ルースの怒りを買った。ポシブルが勘違いだったことも手伝って、ルースの怒りは収まらず、 別行動を取ることになり、トミーはキャシーと中古店を回り、かつてキャシーがなくしたカセットテープを買った。トミーは提供の猶予があるとしたら、マダムの展示館行きになった作品を参考に内面を知り、カップルが本当に愛し合っているか判定しているのではないかと考えた。そして、作品制作をサボっていた自分を悔やみ、新たに想像上の動物の絵を描き続けた。 コテージに帰ってから、キャシーとトミーに会ったことをルースが知るところとなり、ルースの誘導によってキャシーとトミーは仲違いをした。キャシーは解決しようとしたが帰って、ルースとの仲も悪くなった。その後、キャシーは論文を未完成のままコテージを卒業し、介護人の訓練に行くことにした。キャシーがコテージを出て7年が経った。ヘールシャムは閉鎖されていた。キャシーがコテージを出た後、 ルースの性格は、さらにひどくなり、周りとうまくいかなくなり、トミーとも気持ちが離れた。ルースもしばらく介護人をしていたが、最初の提供を終えて2ヶ月、キャシーが介護人としてつくことにした。湿地で船が座礁したというニュースが流れ、その近くにトミーのいる回復センターがあることから、二人は船の見物ついでにトミーに会いに行った。トミーは2回目の提供を終えた後だった。 船を見物した帰り、ルースは二人に断言した。本当はカップルになるのは、トミーとキャシーだったはずなのを分かってて自分が邪魔し続けた。許されることではないけど、マダムの住所を入手したので提供を猶予してもらい、二人の時間を取り戻してほしいとルースは願った。ルースは二回目の提供後に死に、一年後、トミーが三回目の提供を終えてからキャシーは、トミーの介護人になった。 二人はセックスをするようになり、トミーの描き続けた絵を持って、マダムに提供の猶予を頼みに行った。マダムと一緒に暮らしていたエミリ先生が説明をした。もともとエミリ先生とマダムは、黒ローン人間にも心があり、ちゃんと教育を受けさせれば、普通の人間と同じに育つことを示そうとヘールシャムの施設を作り、子供たちの作品を集めて展示会を開き、 寄付を集める運動をしていた。しかしモーニングデールという科学者が能力を強化したクローン人間を作る違法な研究をしていたことが発覚した。無関係な事件であるものの、クローン人間に対する世間の嫌悪を煽ることになり、運動への支援もなくなって、ヘールシャムも閉鎖に追い込まれた。昔から提供の猶予などは噂でしかなく、保護官にそんな力はなかった。ルーシー先生は、 生徒たちに将来を正直に教えるべきだと主張したが、エミリ先生たちは生徒たちに嘘を吐いてでも希望を持たせ、一生懸命に生きることを教えようとした。そのため、ルーシー先生は退職した。マダムは昔キャシーがカセットテープを聴きながら踊っていたのも覚えていて、残酷な世界に生きる少女に胸を打たれたことを告白した。 周りから大げさに称賛されるほど危険な4回目の臓器提供を迎えるにあたって死を覚悟したトミーは集大を見せたくないからと介護人を変えることにしキャシーはトミーの元から去った。抑制された文体で人間と社会の新たな関係を描き出した本作は英文学者の柴田元幸が石黒の最高傑作と激章する一方 作家の佐藤明はあまりにエモーショナルな情動を追いすぎていると告評し、2006年のワースト作品であると公言した。2017年度、ノーベル文学賞が石黒に贈られた際には、その受賞理由である、世界とつながっているという我々の幻想に隠された、深淵を偉大な感情力で明るみにした一元の小説を体現する代表作として、 本作を紹介する解説者が多くいた。豊崎由美は書評で切ない恋愛小説、残酷なビルディングスロマンと評価した。石黒は、私を話さないで、は、平行世界のイギリスを舞台にしているにもかかわらず、2015年までの自身の作品のうちで最も日本的な小説だと考えており、それまでに接してきた日本の映画や書籍の影響が、 登場人物の振る舞いなどに反映されているという。キャリー・マリガン、アンドリュー・ガー・フィールド、キー・ラ・ナイト・レイ主演、マーク・ロマネク監督で映画化され、2010年に公開された。石黒自身も制作葬式として名を連ねている。ホリプロの企画制作により2014年に舞台化され、彩りの国際多摩芸術劇場、愛知県芸術劇場とシアタードラマシティで上演された。 演出は、荷川幸雄。脚本は、倉持博士。2016年1月15日から3月18日まで、TBS テレビ系、金曜ドラマは国て、テレビドラマ化された。主演は、綾瀬遥。脚本は、森下し子。キャッチコピーは、運命に挑むには、愛するしかなかった。原作のイギリスから、舞台を日本に移して本案。主人公は、 京子、ヘイルシャムは、陽光学園などに置き換えている。物語は京子が過去に遡って語る、モノローグによって進行し、第1話第3話を、第1章、陽光学園編、第4話から、第6話を、第2章、コテージ編、第7話以降を、最終章、希望編としている。鈴木リオは2013年の NHK 大河ドラマ、八重の桜に続き、 アヤセ演じる、主人公の幼少期を演じる。ドラマに先駆け、アヤセはイギリスにて、原作者の石黒と4時間以上にわたる対談に、臨んだ。主要人物、京子の元クラスメート陽光学園教職員、コテージブラウンその他ゲスト第5話第8話第9話、最終話。ありがとうございます。